まずは下腹部トレーニングです。腰に手を入れて負荷をかけていきますよ。ではこれ30回やっていきます。準備してください。いきますよ。1 2 3 4 5 6、呼吸も忘れないで。5 6 7、頑張れ。8 9、しっかりお腹意識。10、9 20 21 22 23 24 25、あと5回。26 27 28 29、もう少し。30、ラスト。 OK。 はい、次はプランクです。お尻とお腹を意識して腰が下がりすぎないようにしましょう。じゃあ60秒やっていきます。いきますよ。40、呼吸もしてね。42 43 44 45 46 47 48 49 50、あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1、 OK。 はい、次はこの体勢になってちょぼちょぼをやっていきます。これはね、縦線とくびれを作ってくれます。回数は100回やっていきますよ。いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30。いい、これは目の勢いでやるんだよね。で、しっかりお腹を意識しながら足があんまり動かないようにしてください。そうするととってもくびれができますよ。8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100。 OK。 はい、これも縦線とくびれを作っていく筋トレです。回数は20回やっていきます。足を動かすのではなくお腹を意識してやってみてください。ではいきますよ。せーの、1 2 3 4 5 6、お腹意識してね。7 8 9、ちゃんと息吐いて。10
と9回12 13 14 15、あと5回頑張れ、16 17 18 19、ラストラスト頑張れ、お腹意識して、20 OK。 はい、次もまた追い込みのプランクをやっていきます。これは40秒やっていきます。お腹とお尻を意識してください。ではいきますよ、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、あと10秒、30 31 32 33 35 36 37、頑張れ、38 39 40。 OK。 はい、次はまたちょぼちょぼ100回です。疲れた筋肉を追い込んで、よりお腹の筋トレの効果を上げていきます。じゃあ準備してください、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ラスト行くよ、1 2 3 4 5 6 7 8 9 100。 OK。 はい、じゃあ追い込みの下腹部トレーニングです。回数は10回です。10回だけ頑張りましょう。めちゃくちゃお腹へこみます、頑張れ。いきますよ、準備して、せーの、1 2 3、お腹意識してね、4 5 6 6、動きもせずに、7 8 9、次ラスト10 OK。 はい、追い込みのプランク60秒間やっていきます。はい、疲れちゃってね、お腹に力入りづらいと思うんですけど、ここで頑張るか頑張らないかで劇的な差が生まれるんで、頑張ってください。いきますよ、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、あと半分、31 32 33 34 35 36 37 38 39 40。 お腹意識して、41 42 43 44 45 46 48 49 50、あと10秒、9 8 7 6 5 4、頑張れ、3 2 1 OK。 はい、これが本当のラストのちょぼちょぼ40回です。さすがにきついので足を下ろして、その代わりお腹をしっかり意識してやってください。じゃあいきます、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 頑張れ1 2 3 4 5 6 7 8 9。おしまーい。マジお疲れ。よし、はい、お疲れ様でした。この前ね、あの足痩せのねリメイクをね出したんですけど、一緒にねやってくれてとっても嬉しいです。で今回、お腹痩せのねリメイクを出しました。トレーニングのポイントとか、まあ、音声でね数数えたりとかね入ってるので、とってもねやりやすくなったかなって思うので、ぜひね流しながら、トレーニングってね一人でやると虚しかったりとか、まあ、続かなかったりするので、ぜひ流しながら一緒にやってみてください。はい。でトレーニングはですね、あのお腹だけに限らず、普通にこうやって筋トレするのと、こうグワンって伸ばした後にグーって収縮させるのとでは全然聞き方が全く違くって、もう聞いてんのか聞いてないのか分かんないっていう方はね、ぜひねこういうバランスボールとか使ったり、まあ、普通に100均に売ってるこの丸いちっちゃいボールでもいいんですけど、こう伸ばして縮めるっていうのを意識してみると、とってもね効くので、やってみてください。今度この動画も出そう。そうしよう。私もよくやるんですよ、バランスボールでこうやって伸ばしてこう、まあ、簡単なのにすごいね、やっぱ伸び縮みがね一番大事なので、筋トレはお腹だけに限らず、なので今度出します。はい。あとこの BCAA とプロテインについて、知りたいっての意見をたくさんいただいたので、これのことについて詳しくね、みんなにもね、せっかくトレーニングしてるなら、まあ取ってほしいし、取れない方の対処法もねみんなに言いたいと思っているので、待っててください。はい。ということでお疲れ様でした。ではでは、おつひな、バイバーイ。頑張ろう頑張ろう。